かずみや総合司会、DHE、DIME、10.1スタート。初回は香川照てるゆきも出演。総合司会を安住新一郎アナ金曜司会を香川照てるゆきが務める、TBSK 朝の情報番組、DHE、DIME、前5時20分8時00分が、10月1日にスタートすることが15日、決定した。初回放送には、2人揃って出演する、同番組のコンセプトは、 日本の朝が見える。JNN 各局からの列島中継なども交え、テンポよく、新鮮な情報を伝えていく。安住みやなが生放送の帯番組を担当するのは、ジャスト以来16年ぶりとなる。香川は、半沢直樹をはじめ同局のヒットドラマに多数出演し、DBSKSDGs キャンペーン大使も務めるなどマルチな分野で活躍。ビッタンコカンカンをはじめ、 多くの番組で共演経験のある息ぴったりの二人が協力タッグを組む、同日に解禁されたポスタービジュアルのテーマは、朝日が昇る。安住と香川の顔のアップに朝日が差し込んでくるようなライティングにこだわって表現し、日の出と共に番組がスタートし、視聴者の一日の始まりに寄り添う番組となるような、ぬくもりを感じる仕上がりとなっている。情報番組の司会を初めて務める香川は、 ポスター撮影当日、カメラマンから朝の番組すごいですね。大変じゃないですかと言われると、後悔してますよと冗談で返し、周りを笑わせる一幕も、さらに2時間40分一言も喋りたくないくらいですよ。ニコニコしてるだけとジョークを交える場面もあったが、最後には頑張りますと力強く頼もしい一言を述べて撮影を終えた。一方の安住は、 カメラマンの朝日をイメージしたライティングの作り方に興味を抱き、撮影後一旦は楽屋に戻ったものの、照明の当て方やセッティングにかかる時間などが気になったようで、再び撮影スタジオに戻り、カメラマンに質問を投げかける。暗中の好奇心旺盛な態度にカメラマンも驚きを隠せなかった。